い上手の高木さん、キュンキュンレコーズ。皆さんお元気でしょうか。スージーと申します。今回はアプリからかい上手の高木さん、キュンキュンレコーズ、サービス終了までにやっておかなければいけないことを紹介していこうと思います。よろしくお願いします。3月31日の14時59分をもってサービス終了になってしまいました。はい、サービス終了に伴ってやっておかなければいけないことをいろいろと話していこうかと思います。まあ、とはいってもね、まあ、いくつか簡単なことばっかりなんですけども、これだけはちょっとやっておかないと高木さんの曲が聴けない可能性がねありますんで、ぜひともそこだけチェックしていただければと思います。まあざっと公式のお知らせをちょっと読ませてもらうんですけども、3月31日14時59分をもってオフライン版へ移行を予定しておりますと。で、オフライン版で使えるのはミュージックプレイヤーモードのみということらしいですね。ということは高木さん、あの 3D の高木さんが動いたり喋ったり、衣装を着せ替えしたりとか、グッズをねいろいろ着せ替えさせたりとかっていうことは、もうおそらくすべて機能が停止されるってことですね。音楽が聴けるって、高木さんのねカバー曲が聴けるっていうことのみの利用だそうです。そして、まあ、ここ多分大事だと思うんですけど、3月31日の10時からメンテナンスをね予定してるらしくて、ということはよ、14時59分にサービス終了って書いてますけど、おそらく9時59分までに全ての作業を終わらせておかないといけないってことですね、おそらく。そして10時以降のメンテナンス以降は保有している楽曲のダウンロードができなくなります。なんで9時59分までに保有している楽曲すべてのダウンロードを完了していただきますようお願いいたします。続いてキャッシュクリアを行うと保有していた楽曲のデータが削除されてしまいますんで、ご注意ください。これも重要ですね。なおかつ10時以降本アプリをアンインストールしてしまうとプレイヤーデータの復元ができません。データ引き継ぎの機能もご利用いただけません。誤って本アプリをアンインストールしてしまった場合でもユーザーデータの復元は対応いたしかねます。まあざっとこんな感じですんで、大切なことをね何点かお伝えしたいと思います。まず1つ目、もうこれはね最重要事項、3月31日の9時59分までに全ての作業を終わらせてください。で、何をしないといけないかというと、オリーブやオリーブの種で楽曲をできる限り確保しておくこと。続いては楽曲は全てダウンロードしておくこと。そしてプレイヤーデータの復元ができないんで、絶対にまあしないと思いますけど、アンインストールしないこと。そしてキャッシュクリアすると保有楽曲のデータが削除されてしまうんで、キャッシュクリアはしないことですね。まあ最重要事項はとりあえずこれですかね。まあちなみにキャッシュクリアっていうと、このまあメニューのところにある、まあおそらくねこのキャッシュクリアだと思うんですけど、まあさすがにこれ押す人はいないとは思うんですけど、まあまあ容量が圧迫してとかね、もうついなんか指が伸びてってね、そういう事故が起こらないように気をつけてください。はい、まああとはストーリーを今のうちにね、もう最後の最後までしっかりと楽しんでおきましょうね。カラオケ大会とってもねいいストーリーでしたよね。とってもからかいもあって、高木さんも可愛いし、高木さんの歌聞きましたか？めっちゃ可愛かったですよね、カエルの歌。あれはねマジで必聴ですよ。そしてまあ高木さんのね様々な可愛い衣装をしっかりと目に焼き付けておきましょう。そんなところでしょうか。オフライン版に移行しても楽曲はねちゃんと聴けるそうなんで、さっき言った何点かのね項目をしっかりと、3月31日の9時59分までに終わらせておいてください。はい、僕もこれから作業に取り掛かりますというわけで、本当に運営さん、最後の最後までとっても可愛い高木さんのアプリを本当にありがとうございました。本当にオリジナル楽曲ね素晴らしかったです。うん、また何かの機会で高木さんのアプリが登場してくれることを切に願っております。そしてキュンキュンレコーズのオリジナル楽曲のアルバム出してほしいなーって思っております。というわけで皆さん、ご視聴ありがとうございました。最後の最後まで高木さん楽しんでいきましょう。キュンキュンレコーズありがとうございました。じゃあね。